どうも、侍翔です。皆さんはフォトショ職人っていうのをご存知ですか？フォトショ職人っていうのはフォトショップっていう画像加工アプリのプロのことなんですけど、このフォトショ職人たちに依頼すれば、まあどんな写真でも依頼通りに加工してくれる、まあすごい人たちなんですよ。今回はそんなフォトショ職人に写真加工を依頼した結果、なんかとんでもないことになったみたいな、ちょっと面白そうな記事を見つけたので、そちらを一緒に見ていきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思っていただけたら、高評価のほどよろしくお願いします。はい、それでは早速フォトショ職人と依頼主の面白いやり取りをちょっと見ていきましょう。これだ。これ依頼主はこの女性なんですけど、私もこの枠の中に入れてほしいらしいです。確かに一人だけ仲間外れ感出てるんで、全員で写りたいですよね。これね、全員で写った写真がこちら。近いな。協調性皆無。続いての依頼はこちら。右から2番目の子を高く飛ばせてあげられない。あー、確かにこの子だけうまく飛べてないね。これね、加工でいい感じに調整してもらったらいい写真になると思うんですけど、飛ばしすぎや。トランポリンのせいで規格外のジャンプ力発揮しとるやんけ。続いての依頼はこちら。湖じゃなくてもっとクールな場所にいるようにして。これね、どんな場所になったかというと、クール。あんながち間違ってはない。続いての依頼がこちら。超深刻なことを考えているようにできますか？まあ、確かにこれ深刻なことを考えてそうですもんね。これね、プロによってどんな深刻な感じになったかというと、寿司かピザで迷ってる。こいつの悩み事しょうもない。これはカップルの写真ですね。依頼内容は、私の顔を彼氏より小さくできる？まあ彼氏結構顔ちっちゃいからね、気になっちゃいますよね。これね、プロの加工によってどうなったかというと、でっかい。彼氏の顔でっかい。続いての依頼はこちら。男の人の頭をどうにかして。あー、綺麗な頭映ってる。これじゃあ記念撮影が台無しなんで、プロの加工によってこんな感じになりました。美味しそうなソフトクリーム。これならインスタ映え間違いなし。続いての依頼はこちら。もっと滝を大きくするか近づけてほしいんだ。今のままでも十分いい感じなんですけど、これプロの加工によってどんな感じになったかというと、近すぎや。もう滝修行みたいになっとるわ。続いての依頼はこちら。私の後ろに列車を付け足してくれないかしら。これね、どんな列車がついたかというと、機関車トーマス。こいつ引く気満々やろ。続いての依頼はこちら。私を人魚にしてほしいの。この人めちゃくちゃ美人なんで、すごい人魚が似合いそうですね。どんな素敵な人魚になったかというと、そっちの人魚かい。思ってたんと違う。続いての依頼がこちら。私の夢を叶えてほしいの。スペースに送り込んで。これね、プロの人もこの子の夢を叶えるためにきっと素敵なスペースに送ってくれてると思うんですけど、スペースキー。いや、そっちのスペースちゃう。続いての依頼はこちら。後ろに写った女性をどうにかしてほしい。これ恋人同士の写真に知らん人がちょっと写っちゃったらしいんですよ。これプロの人はどんな加工をしたかというと、みんなで仲良し、平和的解決。